パンアメリカン航空708便墜落事故は1966年11月15日に発生した航空事故。パンアメリカン航空708便がフランクフルト国際空港発ベルリンテーゲル空港業の飛行中、目的地から 10km 手前の地表に墜落し、乗員3人が死亡した。墜落現場が東ドイツであったため、アメリカ合衆国の調査官が 現場に立ち入ることをソビエト連邦が許可せず調査が行えなかったことから原因の特定には至らなかった。また機体の残骸は半分ほどはアメリカ合衆国に返還された。事故機のボーイング727から21は1966年1月11日に初飛行を行っており総飛行1804時間ほどだった。エンジンは 3機のプラットホイット 2JT8D-7 を搭載していた。機長は41歳の男性だった。総飛行時間は14,212時間で、ボーイング727では58時間の経験があった。また、ボーイング727の他に、ダグラス DC-6、ダグラス DC-7、ボーイング377、 ボーイング707での飛行資格があった。副操縦士は42歳の男性だった。総飛行時間は17,542時間で、ボーイング727では32時間の経験があった。また、ボーイング727のほかダグラス DC-4、ダグラス DC-6、ダグラス DC-7 DC、ボーイング377での飛行資格があった。 航空機関士は34歳の男性だった。総飛行時間は4700時間で、ボーイング727では17時間の経験があった。708便はフランクフルトからベルリンに向かう定期便だった。通常ならベルリンテンペルホーフ空港行きであったが、テンペルホーフ空港の滑走路舗装作業により、11月13日からベルリンテーゲル空港へ行き先を変更していた。 708便は2時4分にフランクフルトを離陸し9000フィートまで上昇した。2時35分、パイロットは3000フィート付近を降下中と管制官に報告した。3分後の2時38分に管制官は左旋回、方位030、降下して高度2000フィートを維持せよと指示した。アウターマーカーのマイル手前で次の指示として、 右旋回、方位060、滑走路8 r へ、ILS での着陸を許可と伝えた。パイロットが着陸許可を復唱した直後、機体は滑走路から10マイル地点のソ連、占領統治地域に墜落した。事故当日は、雪が降っており、指定は2 6トルほどであった。当時、ソ連は、国際民間航空機関に所属していなかった。 ICAO に所属する各国は、航空安全性を高めるため、調査官の渡航を公式に認めていたが、前日のようにソ連は ICAO に属していなかったため、調査官の立ち入りを拒否した。ソ連は、事故機の残骸の約50%ほどをアメリカに返還したものの、フライトデータレコーダーや、コックピットボイスレコーダー、制御機器、 通信装置などの調査に欠かせない部品のいくつかは変換されなかった。調査委員会は機体が許可された高度を下回って降下したことが墜落原因としたが、なぜ降下したかを特定することはできなかったと述べた。ありがとうございます。